皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。今日はね、午前の仕事が終わってから午後からのレッスンまでの間、少し時間ができたのでこちら行ってきました。ティコラッテテラスですね。オニクルさんの1階の角にできたね、かわいいね、ケーキのね、看板が特徴の、大変開放的なカフェですね。こちらずっとね、オープン前からこのかわいい看板がね、気になって行きたいなと思っていたんですよね。先日ね、メニュー表をちょっとね、アップしていましたよね。で、感動、レモネードとか、いろいろとね、サンドイッチの美味しそうなのがあるなと思ってて、ちょっとお昼に行きたいなと思って、はい、今日のお昼、寄れそうかもと思って立ち寄ってきました。はい、こちらのね、看板、入り口の看板が目印です。正面玄関に向かって、市役所側、右手側のね、角にあるんですけども、正面の入り口から入ってすぐを右手のところにあります。この日はですね、ちょっと配置が変わっていまして、北新ホールの前に、テーブルとかが固まってて、であれこんな感じだったっけとか思いながら、空いてる席が北新ホールの前のお席しかなかったので、そちらをキープした状態で、メニューを選んで、はい、待っている間、このようにね、呼び出し の、 黒いね、機械呼び出し器をこうもらいまして、はい、今日私は、とろーりチーズのクロックムッシュと感動レモネードを注文しました。本当は食べたいサンドイッチがあったんですけど、ほとんど売り切れででしてね、前回ね、見させていただいた時も、サンドイッチはね、結構人気ですね。私が行った時間で注文が終わってるのが12時36分、その時点でサンドイッチはほとんど売り切れでした。で、クロックムッシュを、いかがですかって勧めていただいたので、そちらを注文しました。で、待ってる間ね、このように北新ホールの中をこうチェックしながら、ガラス張りなのでね、中がよく見えて、はい、段はこんな感じでね、正面からも上がれる形になってますね。椅子は可動式、基本的にはこの並んでるスタイルが、多いのかな、まあ、もちろん取っ払うこともできると思います。はい、って言ってる間にベルが鳴りまして、クロックムッシュできたてほやほやです。これね、めっちゃ美味しかったです。何ですかね、トロトロのチーズ、はい、動画も撮ってみました。テンション上がります。すごく美味しかったで、感動レモネード、確かに感動する、今までにちょっとない感じのレモネード。味はね、甘めになるかなと思います。どちらもすごく美味しかったので、機会がありましたら皆様行ってみてください。で、またサンドイッチがあれば、その時は当たりだと思います。オープンしてまだ日が浅いんですけど、平日のお昼でね、やっぱりサンドイッチ売り切れっていうのは、土日はかなり難しいんじゃないでしょうか。ということで、サンドイッチが食べたい方は、土日もし考えてらっしゃるなら、早めの時間に注文されるのがいいのかもと思ってしまいました。まあ、土日はひょっとしたらね、もっと人数や材料も増やして対応してくださるかもしれません。こちらは入り口入って右手に、ね、あります、オニクルコンシェルジュです。今日はカフェが北新ホールからカフェまでの間のこのオニクルコンシェルジュの横ら辺にもいっぱい、はい、テーブルが出ている感じだったんですけど、こんな配置だったかなと思ったんですけども、その時に合わせて椅子やテーブルを移動するということをしているみたいです。で、このね、エスカレートのすぐ横に、はい、あるんですけど、帰る時にはこんな風になってました。これ多分私が座ってた席ですね。気をつけないと、はい、周りの椅子がどんどんと元に戻っていくので、離れ小島になるっていう感じになるかもしれません。こちらメニューです。売り切れたメニューはこのように金色のテープで目隠しされていくみたいですよ。これはね、今日の、メニューが消えたやつじゃなくて、前回のやつを、今日のはね、うっかり取り忘れてしまいました。なので、前回の時はサンドイッチね、売り切れですって紙が貼ってあったんですけど、今回は、このサンドイッチのところ、はい、お出汁香る卵サンドイッチとかすごく気になるんですけど、全部、この黄色のテープが貼られてまして、唯一残っていたのがクロックムッシュだったんです。でもクロックムッシュめっちゃ美味しかったので、よかったらチャレンジしてみてくださいね。それでは皆様、またね。